こんにちは。高校生のゆっくり霊夢だよ。今日は三角関数の勉強をしてるんだけど、また、わからない問題に当たったよ。何これどうすればいいの？こんな時はあの人に聞こう。立花ちゃん、立花ちゃん。やっこー、女子高生アイドルの小春立花だよ。立花ちゃん、また数学の問題がわからないよ。コンピューターペンシル出してよ。霊夢ちゃん、数学は道具の力で答えだけ書いても何の意味もないよ。大丈夫、ゆっくり解説するから一緒に解いていこうね。わかった。みんなもゆっくりしていってね。まずこの様式を変形した方がいいね。普通のコサインシータだけじゃなくて、サンシータとかニシータが混じってるから。このままだと解が求められないよ。どうやるの？二倍角の公式と三倍角の公式を使うよ。なんか聞いたことある気がするけど、覚えてないよ。加法定理から導けるから覚えてなくてもなんとかなるといえばなんとかなるけど、結構めんどくさいよ。覚えるのもめんどくさいよ。うっすらと覚えておいて、あれ、これでいいんだっけ？となった時、加法定理から導いて確かめればいいんじゃないかな。ちなみに加法定理も覚えてないよ。加法定理は導くのが難しいから頑張って覚えた方がいいよ。覚えられないよ。二倍角の公式と三倍角の公式を使うとこんな感じで変形できるよ。2シータ、3シータが消えて、三角関数はコサインシータだけの式になったね。少しすっきりしたね。そうしたらコサインシータを X に置き換えるよ。その方が計算しやすいからね。そうして、両辺をマイナス X で割れるよ。X はもともとマイナス2分の π 小なりシータ小なり2分の π の時の、コサインシータのことだから。定義域は0小なり X 小なりイコール1だよね。つまり X は0ではないから両辺をマイナス X で割っても問題ないよ。N と M は残ってるけど、X の二次式になったね。この式を FX として、FX が次数解を一つ以上持つ場合を考えればいいよ。わかった、判別式を使うんだね。実はこれ、判別式に当てはめても解けないんだ。やってみるとわかるけど。これ無理。だから別の方法を取るね。平方完成をして軸の式を求めるんだよ。軸がブレブレな、そこの君も一緒に計算だ。問題文の過程より、n は正の整数だから、軸は正の範囲にあることがわかるよ。そうだね。次に fx に0を代入するよ。代入。過程より n も正の整数だから、fx は負の範囲にあるのがわかるよ。ふむ、わかるね。イメージとしてはこんな感じのグラフになるよ。x が0の時 y が負で、軸が正になる下に凸の放物線だよ。グラフにするとイメージしやすいね。ここで X の定義域を思い出してみてね。0より大きく、1以下だったよね。そうそう、その範囲に解が存在するにはどうなればいいと思う？定義域がなければ解は2つあるみたいだけど、0より大きく、1以下の範囲で考えるんだよね。小さい方の解はグラフから見るに、0未満が確定だし、あとは大きい方の解が頼りだよね。わからんちん。F1 の時、Y の値が正になればいいんだよ。なるせがはなる。FX に1を入れて、0以上という不等式を立てて、解くよ。こんな感じかな。これ以上できない。そうそう、そして M、N は正の整数だから、この不等式を満たす M、N は1、1しかないよ。おお、なんかできた。次にこの時のシータを求めるよ。fx イコール0の m、n のところに1を代入すればいいよ。なんかいけそう。0小なり x 小なりイコール1だから x は1だね。そして x はもともとマイナス2分の π 小なりシータ小なり2分の π の時のコサインシータのことだよね。この範囲でコサインが1の時、角度シータはどうなると思う？0しかないね。正解だよ。これで終わりだよ。やったー、できたー。霊夢ちゃん、よく頑張ったね。思ったより簡単だったよ。それじゃあ皆さんバイバイだよ。バイン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 。